こんにちは、どうも。よし、本日は、あれやります。色違い厳選、負荷、やっていきます。まあやっていきましょう。はい、ピクニックで、普通にやっていきましょう。色違いのメッソン欲しいですか？だから欲しいです。何それ、さっきから。欲しいよ。人からもらったものはいらねえけどな。人からもらったら俺は捨てるけど。アホっていう名前つけて捨てる。もし、他の人からもらうぐらいだったら。もし他の今度から俺色違いもらったら全部、クソ野郎って名前つけて逃がす。色違いを、来たー！おっしゃー！おっしゃー！おっしゃー！最後に来た！おっしゃー！来たぞー！おっしゃー！おい！二回目の枠なんかいらんで、クソ野郎！来たー！もう！しかも雨降ってる。おいみんな、こう俺のこの生き様見たか。メッソンメッソンしてんじゃねえぞ。そういう今メッセージだよこれ。みんな人生でメッソンメッソンするなよ。もう雨は上がるんだぞっていうことをメッセージでこの配信で伝えたかったんですよ。ちょうどこれ350匹目で来ましたね。残り卵、あ、若干余っちゃってるからちょっと切り悪いけど、ここ編集でカットしよう。ちょうどいい感じで出したみたいな感じしよう。ポイピン、まあ進化させていこっか。じゃあ一応トリマ、はい、行くよ。まず1個目、いいねー。ちょっと怖いけどね、若干怖い感じもするけど、その怖さがいい。エスパータイプっぽさがいいっていうか、エスパータイプではないんだけど。あー、まあこの系統で行くのね。なるほどね。あ、いいじゃん、いいじゃん。耐性がよくね。耐性が草タイプにさえ見える。ちょっとまあまあ悪くはない。オッケー、行くぞ。もう一段階行くぞ。ジメレオンの様子が、わけいいね、いいね、いいね。ジメレオンもかっこいいね、でも。なかなか。おい来たー。この毛、あ、白くなるんだ。あ、舌が白くなんだ。白タイツみたいな入ってる感じ。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。俺好きだわ。あ、この上の感じは知ってたんだけど、この上のピンクっぽい感じとか、なんとなく知ってたんだけど、白だったんだ。そういう感じだったのに、なんか、新しい色が出てくるの。これ熱い。狙い撃ち覚えた。狙い撃ちできたね、だから。おっしゃおっしゃ。